パチプニャルことフランシスコ・プニャル・マルティネスは、スペイン・パンプローナ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。CA オサスナで513試合に出場し、チームの歴代最多出場記録を保持する。1997年に CA オサスナにて、プロデビューを果たすと、2014年に引退するまで、ラリーガで420試合に出場し、22ゴールを挙げた。 ナバラ州パンプロナに生まれ、地元の CA オサスナの株組織で育ち、1997年6月15日、セグンダリビシオンの SDA バルセンでトップチームデビューした。1999年から2001年まではマドリードにある CD、レガネスにレンタル移籍したが、復帰後は CA オサスナ一筋である。復帰して、すぐにレギュラーとなり、 2001年10月27日の RCD マジョルカ戦で初得点を決めた。2005から06シーズンは34試合に出場して4得点し、リーグで4位となって UEFA チャンピオンズリーグ予選出場権を獲得した。2006から07シーズンの UEFA カップオーデンセビー系戦では4得点を決めている。2006から07シーズンは リーグ戦でほぼ全試合に出場し、UEFA カップでも準決勝に進出したため、全大会を通じて50試合近くに出場した。30歳を過ぎても、レギュラーとして活躍し、引退した DF セサルクルチャガの後を受け継いで、クラブに不可欠なキャプテンとなった。2014年5月17日、現役を引退することが発表された。ありがとうございます。